皆様にご披露いたします作品を、カムクラ。今から300年ほど遡りまして、尾張名古屋が人々から夢の都、芸どころ名古屋と呼ばれ、大変繁栄していた様子を表した作品となっております。この頃の尾張名古屋には、7代藩主を務めました徳川宗春公という大変慕われたお殿様がおりました。この作品は、そんな徳川宗春公が藩主を務めた尾張名古屋が繁栄し、そしてこれから先も続いていくという、そんな様子を表した作品となっております。会場にお越しの皆様に元気を発信し、そして楽しんでいただけるよう精一杯心を込めて演舞をご披露いたします。ご声援よろしくお願いいたします。神楽、尾張を照らす新しき調べ。名古屋を彩る文化の息吹。たくさんのご声援をいただきましてありがとうございました。